大森和代のいつもつながっているよ渡瀬トーク。はい、みえちゃん初出演です。こんにちは。こんにちは。お願いします。緊張してますか？すごいドキドキです。よろしくお願いします。お願いします。まあ、みえちゃんと私の共通点といえば、はい、出身地ですね。はい、そうです、うん、ね、はい、以前もお話ししたように杉原千船さんの出身地でもある岐阜県蒲郡八百津町というところがお互いのね出身地で、いいとこですよね。うん、すごい自然がいいとこですよね。本当ですよね。はい、もう自然以外ないっていう感じ。そうですね。あれ今日八百津出ないですね。すごい緊張しているので。緊張してるの。はい、どえらいとこやらまたこやとかいつも言うのにね。今日はなんか。それ名古屋弁ですね。あ、それ名古屋弁でした。すいません。あれじゃあ八百津ではなんて言うんですかね。なんでしょうね。八百津もどえらいとこやろってかって言いますよね。そうですね。どえらそうですね。ドイリアー、まあ、リアは名古屋弁ですけど、ドエラーって言いますよね。はい、ドエラー、ドエラーとか、イデアーとか、ね、でも、八百津弁って、現在進行形があるんですよね。ING がつくんですよね。今そこ、生きおるわとか、きよるわとか、すごくその ING が、現在進行形が、私これすごいなと思ったんですよ。すね、私八百津弁の研究みたいのを、なんかちょっと、夏休みの宿題でやったことがあって、その時に、賞取りましたね。賞取ったのはね、雲の研究。雲も研究したんだけど。これはなんかね、結構賞をもらったんですよ、小学校の時に。そうなんですか。今日は曇りってなったら、グレーの画用紙に、綿で雲貼っていくんですよ。いや、楽しそう。楽しいんですよ。で、稲妻描いたりして、入道雲もこもこもことか、青空の日は青い紙に雲貼っていくんですよ。雨降った時はもう真っ黒の紙に、もう雨粒描いたりして、すごい。雲の研究はいいんですけどね、八百津弁の話でした。八百津弁そうすごいと思いません？京都もそこ行きよるわとか、そういう行きよるみたいな、そういうのもあるんで、少しね、京都に似たところがあるなって思うんですよ、言葉が。行きよるとか、行きよるとか。そうですね。不思議な、ね、なんかね、なんか平家の事務所の方がその山奥には住み着いてなんとかっていう話もありましたね。八百津って知りませんでした。まあ有名なのはね、杉原千船記念館とかもね、ありますのでね、本当にいい街ですので、皆さんぜひまた遊びにドライブがてら行ってみられてください。いろいろね、郷土料理とかも食べれるところもあったりしてね、クマンバチの天ぷらとか、そういうのもあるんですよ。クマンバチの天ぷら。クマンバチの天ぷらとかですね。まあ、あれは味ご飯とかですね。ヘボご飯は食べますよね、結構。蜂の巣の中にいる、蜂の子供。あ、そうです。ヘボ。あと、蜂蜜のご飯。そのヘボと一緒に蜂蜜と一緒に味ご飯。今のヘボご飯炊くと、あれ、まるで宇治ですよね。本当に宇治なんですよ。あっちの巣の中の。実は私大好きで。あ、大好きですか。すごい栄養。すごい精力。美と健康には。はい、そうです。精力って、美と健康には。美と健康にすごくいいですね。はい。本当に、八百津おいしいものもたくさんあります。そうですね。イナゴはね、結構食べますよね。バッターね。そうです。バッターもね、食べますしね。でも、って、驚かれますよね。そうですかね。だと思います。驚かれます。そんなの食べれないとか言われると思いますよ。あと、今は取っちゃいけないけど、よく鳥を取って食べたり、つぐみ。つぐみとかね、今取れなくなっちゃったんですけどね。美味しいですよね。そういう、なんですかね、網をかけて、ピチチとか飛んでくるのをね、取って、なんかお料理して食べちゃったりとかね、昔はしたりとか。そうですね、あれ、取っちゃダメなんですね。取っちゃダメなんですよね。あとはもう、上流で、そうなんですよ。かわいそうなんです。ごめんなさい。アユとかね、アマゴとかね、そうですね、アナゴじゃなくてね、アマゴとか、ですね、そういういろんなね、川魚が多いので、そういうね、ものがたくさん山なので食べれて、松茸なんか昔バンバン生えてましたしね、そうです。もう今取れなくなっちゃってね。楽しいぐらい取れますよね。ね、でも絶対に蛇が。
近くに、ね、エビはもうお友達ですよね、はい、エビは友達、もうあのエビは、ね、絶対にお友達 で、ね、ヘビ怖いじゃあ八乙めませんよね本当にヘビカエル怖いではね、はい、そうですよね。でも本当にね、はい、星が綺麗で、すごく近いんですよね、なんか空がね、星空が近いなって思いますね。そうですよね。そんなに緊張しなくていいからね。いつものみえちゃんで、はい、はい、突然ね出てとか言ってなっちゃって、はい、はい。それでは先生、いつものコーナーよろしくお願いいたします。はい、いつものコーナー行きたいと思います。はい、笑っちゃいけませんね。はい、はい、ではいつものコーナー、大森和代の愛のおすとばけ。はい、今日は兄さんからのご質問です。質問の部分だけ読ませていただきます。私はすぐ風邪をひいてしまいます。ずっと薬に頼ってきました。妙なことに毎日のように風邪ひいた状態になったゆえ、風邪薬、胃薬、鎮痛剤とどれかをほぼ毎日のように、自分でも怖いのですが、本当に具合が悪くなるし、そうなると仕事もいけないし、何もできなくなるので飲んでいます。どうすれば薬に頼らず、強い体になれるのでしょうか？何か足りないのでしょうか？どうか、どうか教えてください。というみーさんからのご質問です。やっぱりね、お仕事があると体調がね、悪いと心配ですよね。風邪、ずっと風邪の症状が続いているということなんですけれども、うちは私の実家は薬局なんですけれども、そのうちの父がよく薬を買いに来る、風邪薬くださいって来られると、そうするとその風邪薬を買いに来た方に、風邪に効く薬は本当はないんだよねとよく言ってたんですね。で、風邪が飲んですぐ治ってしまう、そういう薬はないけど、風邪の辛い部分の症状を抑える薬はありますよと、そういう言い方をして、でも本当は寝れるんならば、寝れる時間があるんならば、卵酒飲んでもう早くぐっすり寝た方がいいですよなんてよく言ってるのを聞いて育ってましたので、やっぱり風邪、風邪も心配なんですけれども、やはりそういう風邪だったり、いろんな症状が体に出るっていうのは、これは神様から少し体がね、無理をしてるから休みなさいよっていう、そういうお知らせでもありますので、だからもしお休みの日とか寝れるんだったら早めに寝る、あと夜勤とかあるお仕事なのかわからないんですけど、もし夜勤とかがなければ、そういう体調悪いなと思ったら、もう夜9時ぐらいに寝てしまうとか、人間やっぱり夜10時から午前2時ですね、4時間ぐらいの間は成長ホルモンが出てますので、体の細胞もこうどんどん作られたりとか、そういう時間帯でもありますので、悪い部分の細胞がこう生まれ変わっていくとか、そういう時間でもありますので、できればその10時から2時の間を寝てる、そういうふうにされていかれれば、やっぱり薬に頼るっていうのもちょっと怖いですから、もう本当に辛い時は仕方がないんですけれども、そしてあとは体を適度に動かしていくっていうことですね。そういうこととか、あと食生活も少し振り返ってみるとか、やっぱり胃腸の調子が悪い時に、あんまりこう香辛料の多い辛いものを食べたりとかね、そういうことも気をつけるだとか、いろいろ添加物の少ないものをなるべく摂るとか、あとはそういう体を温めるような食べ物、生姜をちょっと絞って入れるとかですね、体の血行を良くするもの、そういうものを摂るとか、いろいろこういろんな民間療法とかもね、昔から伝わってる、おばあちゃんが教えてくれた、おじいちゃん教えてくれた、そういうものも少し取り入れながら、あまり頼りすぎない生活。やっぱり結局薬で胃が荒れるってこともありますので、そうすると今度は胃薬飲んでとか、その薬やめれなくなっちゃいますからね。だからそういうことも少し心がけていかれてください。あとは本当に調子悪いっていう時は、自爆霊を家の拾って、本当にスッキリしたっていう方もいらっしゃいますので、そういう霊的なこともあるかなと思う時は、そういうこともしてみるとか、そういうふうに一度、みーさんも、
薬を抜いてみたらどうでしょうか。薬もね、肝臓に負担がかかりますので、ぜひ気をつけてみてください。はい、先生ありがとうございました、はい、ありがとうございます。やはり薬に頼るより健康には八百津のヘボ飯ですよね。ヘボ飯ですね。本当ですね。あれはね、あの蜂の本当に子供ですから、あのロイヤルゼリーがすごいんですよね。そうなんですよね、まあ、よく皆さんロイヤルゼリーだとプロポリスとか高いお金、ね、出して飲まれてますけど、もうあの物に勝るものはないですよね。肌ツルツルですもんね。本当ですよね、すっぽんじゃないですけどね。すっぽんありませんけどね。すっぽんはね、あれですけどね。はい、でもそうですね、本当にね、あの体にいいものはたくさんありますのでね。みーちゃんも薬あまり飲まずに育ったって、ね、聞いたんですけど。はい、そうですね、風邪薬ぐらいは少し飲んだことありますけど、本当にありがたいですね、健康体で。なんかお母様があんまりあれですもんね、自然なものが好きということで、はい、そうなんです、はい、ね、でも本当あの畑で採れた野菜ものとかいろんな、やっぱりヘボ飯食べたりしてますのでね、ヘボ飯とかね、はい、知らない間にそういう結構ね栄養満点なものを食べてるんですよね、うん、はい、田舎育ちはって。でもみゆちゃん今日八百津弁出ないですね。とても緊張してるので。あ、そうなんですか。はい、なんかね先生いつものコーナーとかもうなんかすごい改まっちゃって、ほんならいつものコーナー行こうかねとか言われるのかなと思ったけど、全然つ、ね、うん、られて八百津弁出ちゃうわって思ってたんですけど、はい、先生の方が八百津弁ですよね、うん、私出てます。あら。でもほっとしません。なんかよく、ね、あの芸能人の方が、はい、普段はすごい標準語なんですけど、うん、はい、例えばあの松田聖子さんなんかも、はい、あの東京出てきた頃、うん、あの親と喋ったりする時には、うん、すごいもう福岡の、あっちの久留米の言葉 で、ね、はい、あのそういう言葉で喋ってるとかね、ナンパしよっととか、うん、なんかそういう、ね、なんか安心しますよね。ほっとしちゃって、あのついこの相手が、うん、はい、その郷土の言葉喋ってると、釣られちゃって、もうだからみえちゃんと喋ってる時はほうやらええやらとかなっちゃうんですけどね。イコマーカみたいな。イコマーカ。イコマーカは行きましょうかっていうことですよね。そうですよね。でもなんかホッとする言葉じゃない。そうですよね。ね、今度ほら、うん、八百津ツアーとかやるって以前言ってましたよね。いいですね。ね、UFO 絶対出ますもん。あの、あ、はい、渡良瀬の位置に書いた、はい、あの、巨大宇宙船見たのは八百津町ですから。そうですよね。すごい、そうなんですね。何かそういう、あの、星も綺麗ですしね。夜の UFO ツアーなんてやれたらいいですよね。そうですよね。すごい。でも、一つ難点は宿泊施設がない。いや、みんなあると思いますよ。テント、あ、旅館もありますよね。そうですね。旅館ありますけど、寝袋持って、寝袋持ってですか？もう朝アリに刺されて大変です。すごいですよ。寝袋で寝るとアリが、蚊どころかね、アリが入ってきてね、蚊はねまだこのブーンって飛んでくるから防止できるんですけど。アリですか？アリ刺されるんですよ、山とかで寝ると。本当にあのアリに刺されてボコボコになって、あの、だから薬局なんで、あの、アリ刺されの薬くださいって買いに来られる方とかいらっしゃるので、もう都会では想定できないような、あの、いろんな害もありますのでね。はい、はい、でもあのさっきねヘボ飯って言ったんですけど、ヘボはやっぱり蜂の赤ちゃんなので、はい、ちゃんと皆さん食べる時にはいただかせていただきますってね、心から感謝していただかないと ね、はい、大人になる前に食べられちゃう、みえちゃんにいっぱい、それかわいそうなんでね、はい、はい、何でも食べる時には、はい、いただきますって言ってからね、はい、食べてくださいね、ヘボに限らずですけれども、はい、はい、もう本当に5月もね終わっちゃうって、早いですよ ね、あっという間にね、もう本当に早くって、もう暑い日も増えてしまいましたが、ね、まあ今年も天候がどうなるのかなってちょっと ね、 ですかね、不安にもなってますけれども、うん、雨もそうですね、雨も多いですけど、やっぱり草木が欲しいですよね、雨もね、なんか草木が雨が欲しい。草木よりやっぱりあの、ね、あの野菜とか、ね、あの4月も日照不足で、この岐阜の方でも結構お野菜とか育てなくて、でキャベツが1個、本当に普通のキャベツが1個398円だったとかね、本当にそういう主婦のにとっては痛手ですよ ね、 そうですよね、野菜の値上がり、本当ですね、だから日照不足だと人々の、まあ、人間の心もなんかちょっとこう憂鬱な気持ちになりません？
天気によってありませんか。そうですね、そうなりますね。なんか特に主婦だと、ね、うん、主婦だとってあんまりあれですけど、ね、布団干したいわと思ってもね、そうですね、はい、干せなかったりとかもあるので、そうありますね。あとまあゲリラ豪雨だったり、そういうものもね、あ、ヤオツって言えばヤオツも、私よく子供の頃川で遊んでたんですけど、はい、本当に川遊び好きでみんなで川行ったりしてるんですけど、河原が雨が降るともう変わっちゃうんですよ、なくなったりして、はい、で上流までどんどん行くんですよね、で上流まで行って浅いとこで遊んでて、はい、でまた河原伝いに帰ってこようと思ったら河原がなくなってたっていう、うん、すごい水かけてましてそうなんですよ、変わらなくなっちゃって、で、はい、わどうしようって言って、もうこれは山をよじ登って迂回して帰るしかないと、かなりこう水が出ちゃってるので、でみんなでこう山をよじ登ってですね、でその山を迂回して帰ってくるんですけど、ところどころ橋がないんですよね。でそこになんか丸太の木みたいなのがポーンってこう渡してあるんですよ、はい、でそっこう渡る下はなんか谷というか滝というか、そういう状態でその丸太を渡って、あっち側に行かないといけないという、もう本当に楽しそうですね。楽しいというか命がけの遊びでしたそうですね、はいはい、じゃあもう時間になっちゃいました、はい、今日はみえちゃんありがとうございました。ありがとうございました、はい、また来週お会いしましょう。 See you next week. Bye, Bye.